名古屋高速2号東山線は、愛知県名古屋市中村区の新須崎 JCT から、愛知県名古屋市名東区の高張 JCT へ至る、名古屋高速道路の路線である。道路法上は、名古屋市道高速1号の一部と名古屋市道高速1号、四谷高張線の全部からなる。このことから本校では5号万馬線と2号、東山線をまとめて解説する場合、便宜的に、 高速1号と表記する。六方車道路からなる名古屋高速道路のうち、名古屋市東部地域と名古屋都心を連絡する東西方向の路線が2号東山線である。東名阪自動車道と名古屋市名東区を東西に直結する高速1号の東方部分である。5号万場線とは新須崎 JCT で接続し、両路線は直線で結ばれている。路線は、 名古屋高速で唯一となる掘割、半地下及びトンネル区間があり、これを高架道路が前後に挟み込む形態となっている。起点は新須崎 JCT で、途中、白川で入り口付近から吹上東で入り口を過ぎる、あたりまでは、若宮台2の上を通っている。JR 中央線を、オーバーパスすると下り坂となってそのまま掘割区間に、入り、ここから、 名古屋市道鏡外形線のもとを半地下式で通過する。四谷で入り口付近からトンネル区間となって東山公園の直下をくぐり抜けて終点の高張出入口付近で高架橋となって名二間に接続する。二号東山線は都心環状線の内側に付設された唯一の放射路線である。一見環状ルートを構成するかのように見える路線形態も 内側区間と都心環状線の相互乗りでは、ジャンクション内側に渡り線がないことから不可能である。なお、名古屋駅地区に比べて人気が低下しつつある、栄地区の活性化対策として、若宮台通と久屋台通の交差所付近に新たな出入り口を設けることが画策され、そのアクセス強化のため、丸田町 JCT は都心環状線から 内側区間へ乗り入れるための渡り線の増設が決定している。名古屋高速路線はその全てが名古屋環状2号線に接続する。これは交通流動の円滑化に資するために環状道路と放射道路が一体となって計画された結果であるが、この他に名古屋高速には都心と郊外を連絡する使命も併せ持つことから路線末端部において 名古屋環状2号線以外の幹線道路と連結することで長距離連絡のニーズにも対応している。それは3号、大高線が北半島道路と明志国道、4号東海線が西北産業道路、5号、万場線が東名阪自動車道に見る連絡道路を持っていることからもわかる。しかし2号東山線だけは末端部で名古屋環状2号線以外に連絡する。 幹線道路を持っていない。これは最初から持っていなかったのではなく、構想段階では、末端部を名古屋インターチェンジとした上で、透明高速道路と接続する計画であったものが、環境的配慮から大規模な路線変更を伴った結果であり、その経過の点末については歴史説で解説する。ただ、交通量の多い郊外路線と都心部の連絡という、 当初の氏名が改変されたことで、現在の2号東山線は、名古屋市東部地域と都心部の東西連絡が主だった。氏名とされ、東西直通の幹線道路が少ない名古屋市にあって、バイパス的な役割を担っている。当初計画ルートと現行ルートの比較。住宅密集地帯を貫くため、極力住民の犠牲を最小限に抑えられるように、現行ルートに変更された。 若宮大通区間の高架橋から半地下部への移行区間。当初は中央線よりもさらに奥から半地下構造となる計画だったが、1976年の変更で画面手前側まで高架橋が延長された。名古屋高速は交通集中が激しい都心登録、方向との相互連絡を目的として計画された。このうち都心と 東名高速道路名古屋 IC 間で計画されたのが2号東山線である。さらに、新須崎 JCT から5号万馬線として、精神の上名古屋西 JCT にて東名阪自動車道と直結し、両高速道路間の連絡路線としての使命も合わせ持つこととされた。計画立案当時は、東名高速道路と東名阪自動車道を直通する自動車、 専用道路が存在しなかったことから、両高速道路間の連絡は、広工事通りによるほかなく、都心の渋滞を引き起こす一要因となっていた。このため2号東山線は5号万馬線と一体となって都心に用のない通過交通を平面外路から排除する役割が記された。2号東山線がまだ具体的経路が定まっていなかった時代、建設する。 平面街路の候補として西木通り、広小路通り、若宮台通が挙げられた。これは、名古屋高速の建設にあたって、幸福院道路を利用して、用地買収を最小限度に抑えることを原則とした、ことによる。しかし、都心部でありながら、空間に余裕がある100メートル道路が建設には、最適との判断によって、若宮台通が選定された。ところが、 若宮台2は、ちくさくちくさ通り7丁目で終点となり、これ、伊藤に幸福院道路はなく、あるのは、住宅密集地帯であった。計画ではこの住宅密集地帯を縦断して、東山通り3丁目に抜けて、広小路2に到達、以後は、広小路通りを通信して、名古屋 IC と連結する内容であった。しかし、 住宅密集地帯に高速道路を新設するには800世帯の立ち退きが必要とされ、天居後の生活再建や自動車公害、東名高速と東名阪自動車道館の通過交通による環境悪化の懸念から地域住民の猛烈な建設反対運動に直面した。加えて、広港日伊藤では名古屋市営地下鉄東山線と路線競合をすることから、 地下鉄と並行して建設することでコストアップの懸念が生じ、また都市公園たる東山公園の前を高架式で通過させることを問題視する意見もあったことから、1976年の都市計画変更において四谷名古屋 IC 間を廃止の上代替ルートとして四谷高張 JCT 間を提示した。そして高張 JCT にて、 名古屋環状2号線専用部に接続することとされたが、当時は名古屋環状2号線の事業計画が未決定のため、確定までの間代替ルートを留保することになった。だが、1982年11月の名古屋環状2号線専用部の都市計画決定をもって、留保の解除は時間の問題となった。また、2号東山線は四ツ山での都市計画が、 決定されたものの、四谷までが部分開業となった暁月には、四谷周辺で接続車両による交通渋滞が予測されることから、早急に留保解除の上都市計画決定を取り付けたい。名古屋市の移行によって1991年8月を、もって高張りまでの都市計画が決定、当該ルートが確定を見た。また、二号東山線の構想変更は、 終点位置変更にとどまらず、若宮大通区間にも及んだ。当初の構想では、中口与田一丁目付近で、高架橋と半地下道路の移行が行われる計画だった。しかし、1976年に至って、技術上の制約から国鉄中央線交差部の東寄りまでを高架橋として、それ以東で半地下へ移行する構造となった。これと前後して、 次のような案も出された。高速1号が名古屋環状2号線経由で、東名名古屋 IC と東名阪名古屋西 IC を直結することで、東西間の通過交通が都心部になだれ込むことから、環境的負荷が高まることが懸念された。このため、白川出入り口と丸田町 JCT 間の約1 7トルを廃止して高速1号を、 切断する案が1975年頃に名古屋市より提案された。この区間は若宮台2のメインストリートでもあるが、余震場当該区間が通過交通の郊外から解放されたとしても、都心環状線経由で東西間の連絡は可能であることから、都心環状線にその手話寄せが向かうだけのことであった。一応、切断を前提に、 道路計画の住民説明会も行われたが、説明会終了の翌月に開かれた名古屋市議会で、この取り消し区間が復活した。自民党の市議会議員が突然この復活案を出して、社会党も、同庁、市当局は発言する機会がなく、元山市長もあえてことを唱えることもなくこの案は了承された。最初の開通区間は新須崎 JCT から白川。 出入口間 0.8km で1986年に開通、当時の1号、万馬線の延長線としての共用であった。続いて吹き上げまでが1988年に開通し、都心省ループを形成して、三重県方面と名古屋市南部が直結した。3期目は2000年から2001年にかけての四谷までの開通で、 当初は高張りまでの全線同時供用を目指していたが、東山トンネル建設に絡む用地取得が難航し、完成区間の有効活用を図るために四谷までを先行開業させることになった。先に見たように、名古屋市は当初地下鉄工事による道路規制とも重なることから、四谷付近の混雑を懸念して、部分開業には消極的だったが、ここに来て、 方針を転換することになった。ただし、渋滞の懸念から西行きの四谷入り口だけを先行開業し、東行きの出口については共用を遅らせることで調整した。2003年に最後の共用区間として高張 JCT までが開通し、東名阪自動車道と接続した。当初計画では1977年度までの建設完了が目論まれていたが、 住民多様の絡みもあって2002年度までずれ込み、名古屋高速全路線の中にあって、唯一終点位置の大規模な変更を伴っての全線共用となった。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成名古屋高速は、自動車公害や日照阻害を懸念する地域住民との接触を経て、当初計画案を可能な範囲で、 住民要望に創業変更を重ねて建設された。中には建設コストや後期短縮の面から構造の変更を実施した路線もあるが、その中にあって二号東山線は環境的配慮から大幅な構造とルートの変更を行ったことは先術した。このうち日照疎外や騒音騒外低減の意図から半地下式で建設された吹上西。 出入り口四谷出入り口間と緑豊かな東山公園一帯の環境保全の観点からトンネル式で建設された四谷出入り口高張集約料金所管における概要、環境的配慮については名古屋市道鏡外気線東山トンネルをそれぞれ参照されたい従って本節では新須崎 JCT 吹き上げにし出入り口館における環境対策 景観面について解説する。新須崎 JCT から吹上西、出入口付近までは、若宮台2の中央に建設された。若宮台2は、久屋台2とともに、名古屋を代表する100メートル級の幸福院道路で、町のシンボル的存在である。従って、ここに、高架式高速道路を建設するにあたっては、都市景観に対する特段の配慮を払うこととされた。 建設を前にして、市議会において、高架下のグリーンベルトを公園として再生させる提言が出され、地元住民からもテニスコートや、波軌道、遊歩道的な歩道の造成等、各種施設を盛り込むよう要請がなされた。特に従来、高架下のイメージは、暗い、重たいというマイナスイメージがあったことから、高架建造物も,も、公園の構成要素との考えで開かれたイメージを、 付与するべくデザインを展開した。その内訳は、橋脚を従前の門型ないし、T 型に変えて、針なしに中式とし、橋脚内に排水管を埋め込んだ上でコンクリートで、あるにもかかわらず塗装を行い、都市風景の一要素となるべく、公園との調和を図った。橋脚に乗る箱桁は逆台形としたほか、市長より、久屋大通との交差部においては特に景観に、 配慮するよう要請されたことから、当該箇所の継ぎ手をボルト締めから現場溶接とした。また、効果を挟むようにして、既存の銀南並木を活かし、運動施設や花壇を設置するなどして、硬貨下のイメージの向上につなげた。なお、第二次世界大戦の空襲によって、焦土と化した名古屋市の戦後復興において、住民の猛反対を押し切って、若宮台通、 久屋大通を造成した名古屋市議官の田淵俊夫が、後年、校舎職員に戦後復興で完成させた100メートル道路に高速道路を通すことをどう思うかと、尋ねられると、その時々の人が選べばいいんだよ。都市計画とはそんなものだよとの返事をしたとされる。若宮大通直下には調節地が設けられている。近接する、堀り止水処理センターの関連施設で、 都心部における浸水被害対策として国と愛知県名古屋市が一体となって建設した。最大貯水量約10万立方メートルで雨水が急激に新堀川に流入することを防いで河川流域の浸水被害を抑えるものである。工事は1982年から開始されたが、その後に2号東山線の建設工事があって入った。このため、 校舎は調節地の築造工事に支障なきよう、施工内容を工夫するなどして道路建設を行った。調節地の観光は1986年、高速道路の観光は1988年である。当該路線は都心環状線のむね中間地点を東西に貫通し、新須崎 JCT と丸田町 JCT の2カ所で都心環状線と接続する。 この路線形態を生かして、かつて都心環状線が環状ルートを形成していなかった時代に、5号、万馬線から3号、大高線に直通するルートとして2号東山線が吹上暫定連絡路を設置の上活用された。この連絡路は1995年の都心環状線全線開通を機に廃止されたが、2004年2月から吹上東出口流出後15分以内に、 吹上東入口に入場した場合、新たな料金を徴収しないサービスが ETC 搭載車限定で開始された。この制度が実施された背景には、当時3号、大高線の慢性化した渋滞が都心環状線の山王ジャンクションまで到達していたことに橋を発する。当時の山王ジャンクションは現在と違って2車線しかなく、これが 大高線からの流入交通を吸収しきれていなかった。そこへ1号楠スノ線から名古屋西 JGT へ向かう交通が流入することで混雑に一層の拍車をかけることになった。これは楠木 JCT 方面から名古屋西 j c t 方面に向かう場合、都心環状線の丸田町 JCT から西向きの2号東山線に乗り入れることは不可能であるため、 鶴舞南と山王の両ジャンクションを経由する大回りルートを選択する過程で3号大高線からの流入交通と重複することにより発生するものであった。そこで考えられたのが1号楠スノ線から南下した交通を丸田町 JCT から東向きの東山線に流入させて吹上東出口で一般道に流出。 U ターンして再度吹き上げ東入口から東山線に流入の上名古屋西 JCT を目指してもらうことで都心環状線の南側をショートカットして大高線からの流入交通と分離、混雑緩和を図る内容であった。同様の対策として名古屋西 JCT から名古屋南 JCT に向かう場合の明道町 JCT における混雑緩和も期待された。 ただし混雑がなければ大回りしても、都心環状線経由が早いことから、双方の選択は各ドライバーの任意である。当該路線は、東名高速道路名古屋 IC との連結計画が、環境面から高張り JCT 経由に変更されたことは戦術した。よって、東名高速名古屋 IC と都心の連絡は、短い距離ながら料金体系の異なる、名二環を介するため、 2021年5月に名古屋高速名2貫が大距離性料金に移行するまでは510円の追加料金が発生していた。このため過去には ETC 割引実験をはじめセット回数券の発行によって割高間の解消を狙った料金制度が適用された。なお現状では透明高速静岡、 豊橋方面と名古屋都心の連絡は、伊勢湾岸自動車道の全線開業によって3号、大高線、4号東海線による選択肢が追加され、この2路線は、伊勢湾岸自動車道との直接連絡であるため、追加料金は発生しない。また、大距離性料金移行後は、値下げが実施されたため、2号東山線から明に間を経由することによる割高感はなくなっている。 ありがとうございます。